始まりました。テレビ滋賀プラスワン、司会は私、義理のお父さんが阪神ファンでございまして機嫌が悪い桂光雀でございます。そして新米の季節、美味しいご飯を食べ過ぎてしまうリポーターの中倉真理子です。よろしくお願いします。さあ早速ですが光雀さん、はい、人は誰しも最後死を迎えますよ ね。どんな最後を迎えたいと思いますか？それは好きなものに囲まれていたいですよね。あ、好きなもの、うん、そして好きな人に囲まれて最後を、ね、迎えたいなとか思いますよ ね。まあ、死というと避けがちなテーマなんですが、自分らしい最後をどう迎えるかと考えることは自分らしく最後までどう生きるかということにもつながるんですよね。なるほど。ということで今回は自分らしい最後、大切な家族とどう過ごしたいかなど、在宅医療、在宅看取りをテーマにお届けします。在宅医療、はい、在宅看取りっていうのは具体的にはどういうことなんですか？はい、それはどちらも在宅とついていますよね、はい、つまり病気になっても家で療養して最後は家で迎えるということなんですよね。でも実際に病気になったら治療してもらわないかんから、うん、はい、病院でっていうことにならないんですかね、と思う方が、ね、イメージを持ってらっしゃる方が多いかと思うんですが、はい、こちらのグラフをご覧いただきましょう、はい。あなたは人生の最後をどこで迎えたいですかという質問に対する回答をまとめたものがこちらになります。見ての通り自宅と答えた方が半数近くに上っていますよね。あ、この回答には愛人宅はないですね。ありませんね。ありませんね。そういった回答はありませんでしたけども、やっぱり大切な家族に囲まれてと思いませんか？まあ、そうですよね、うん、自宅というのがまあ普通思いますよね、はい。一方でこんな意見もございます、はい、こちらご覧いただきましょう。実際自宅で最後まで療養するのは実現困難であると考えている人が半数以上にも上っているんですよね。本人の意識としてはやっぱりそういうのも考えちゃいますよね、うん、はい、実際には無理なんちゃうかなっていうことね、そうしたいけども大変なんじゃないかと思ってる方、はい、多いかと思います。ではなぜ自宅で看取りが実現困難と思ってしまうのか、その理由がこちらのグラフにございます。理由で一番多いのは介護してくれる家族に負担がかかる、症状が急に悪くなった時の対応に自分も家族も不安、また症状が悪くなった時にすぐに病院に入院できるか不安、こういった意見が様々あるということなんですよね。全ての意見に納得いきますね。そうですよね。そうやなっていうふうに思います、はい、はい。まあ、こういった意見が出ましたのも在宅医療自体を知らないという方、はい、また実際にどういったものかわからないという方が多いというのも理由にあるんではないでしょうか。ああ、なるほどね。そこで実際にある在宅医療の現場を取材してきました。はい、今日は起きます、はい、今日はいけるかな。よし、カメラ。おお、すごい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 。はい、彦根に住む堀秀子さん90歳、脳梗塞を患い現在は左半身不全麻痺の状態です。実の娘さんの家族と一緒に自宅で療養生活を送っています。堀さんの診療に訪れているのは近くにある診療所の医師。認知症が出てきたりするもんやけど、全然認知症らしいもん出てこへんな。認知症かなんて、ちゃんとドリルしてるしな、毎日毎日な、うん、あんまり太ったらあれやで、解除大変なんで、あんまり太らないんですよ。堀さんの在宅医療を支えているのは松木医師だけではありません。ケアマネージャーや通所リハビリの理学療法士など在宅に関わる専門家が定期的に顔を合わせ情報交換をしています。松木先生、月2回往診に来てくださってますけども、はいはい、身体的にはそんな変化はないのでね、はい、あんまり熱出したりすることもなくてね、はい、もう本当に落ち着いて優等生の患者さんです本当にね。堀さんをサポートしている専門家の皆さんは、まあ、こうやってだんだんやっぱり
自分でしっかり座れるようになってこられてますし、あの立つあの足の力もついてこられてますので、これをなんとかあの今よりも向上させる、維持させるっていうのを目標にちょっとやっていきたいとは思っております。まあ、まずご家族様がね、お家で見れるかなってすごく不安を持っていらっしゃったんです。その辺のところが、まあ、各サービスさん入っていただくと体の状態もすごく良くなってきまして、ご家族さんもお家で介護できるんじゃないかなっていう自信というんでしょうか、そういうのはすごく持っていただいたというところが大きいですね。チームの中でもやっぱりね、お互いのこう息といいますか呼吸というのがありますので、その連携というのも意識してケアマネージャーさせていただいてます。そうですね、こういろいろの方に助けていただいて、それだけ多分できてないですね。このままでずっとこのままで行っててくれたらなんとかね、一緒に面倒を見ていけるかなとは思うんですけどね。病院にこう今まではね、そういう医療面でも介護面でも全てこう投げつけていた時期があったんですね。ですから病院で介護してもらったり、病院で最後の看取りをしたりとか、ね、だけどそれは根本的に間違いですね。病院というのは治療して治して家に帰すところです。最後死ぬ場所はできたら家の方がいい、うん、やっぱりこうして家でおられるから、こうニコニコとできるんでね、楽しくね、みんなとこう一緒に暮らしながら楽しく暮らしてほしいなと思いますね。おばあちゃん、ひ孫さんを抱っこしてて、はい、もう本当に心からの笑顔で、ね、まさになんか在宅医療の良さを VTR で感じましたよね。幸せそうだ。そうですね、うん、そして在宅医療に関しては医師だけではなく看護師も参加しています、はあ、看護師さんも患者さんのお宅へ、はい、そうなんです、はあ、訪問看護師といいまして、在宅医療を受けている患者さんのもとに医師からの指示を受けて訪問看護をしています。訪問看護師は皆さん病院で看護師が働いているのを見たことがあると思うんですけども、その点滴だとか床ずれを直したりとか、あと髪の毛を洗ったりお体をふかさせていただいたり、そういったことをお家に行って、皆さんのお家に行ってさせていただくのが訪問看護師の大きな役割となっております。ご家族の方、介護されている方たちがお一人で見ておられることが多かったり、ご夫婦で見ておられても高齢の方だったりしております。ですから本当に不安がいっぱいなので、そういったお気持ちを一生懸命支えるのも私たちの大きな役割ですし、もう本当に一人で抱え込まないで相談していただける、で一つの方法だけじゃなくって病院も支えてもくださいますし、在宅の先生も支えてくださいますのでね、そういう、 こう一つのことに固くならないで柔らかくいろんなことを考えていただけたら本当にいいなって思います。医師、看護師、介護士と様々な人の手厚いサポートが受けられるんですね、はい、もうこれは心強いなと思いますよね、はい。また在宅医療が困難な理由の一番は家族への負担でしたけれども、はい、まあ、想像していたよりも負担は少ないですし、安心できることが多いのが分かりましたよね、はい、でも症状が悪化した時の場合っていうのは不安が残りますよね。そこで在宅医療の拠点としてこういった施設が誕生しています。こちらは彦根市立病院の敷地内にあるクスノキセンターです。在宅医療を支援するための施設が設けられています。医療や介護が必要になっても、長年住み慣れた地域で自分らしく安心して生活したい、そんな願いを叶えるクスノキセンターが今年誕生しました。医療と福祉が一体となって在宅療養生活を支えるための拠点施設、彦根医療福祉推進センターがその役割を担っています。このクスノキセンターの中で在宅医療についてさまざまバックアップをしていただけるということなんですよね。そうですね、今在宅医療はかかりつけの先生および訪問看護ステーション、あるいは福祉の方、いろいろな方がそれぞれの立場で頑張っておられるんですが、で実はこのセンターはまさに医療職の方、介護所の職の方、全てがこう顔の見れる連携の拠点となることを目指したセンターなんです。センターには彦根医師会や彦根薬剤師会など在宅医療福祉を担う団体の事務局や
在宅医療福祉に従事する専門多職種が交流や連携をするための会議室などが設けられています。エキスパートが集まっているから連携も取りやすいということですよね。そうですね、はい、この在宅医療について伝えたいメッセージなどあればお願いします。はい、私自身は在宅医療に携わっているわけではないんですが、急性期の病院に勤める医師として、まあ、この地域で急に具合が悪くなった方、また生命を脅かすような大きな病気になった方は、この急性期の病院でなんとか命を救うような医療を行っていきます。急性期の治療が終わりましたら、やはりお家の方でその病気と付き合いながら生活していただく、その急性期の治療と在宅での医療、これを途切れのないように連携していくようなネットワークを作りたいというふうに思っております。ずっとサポートは続いていくから、私たちは安心していいということですね。そうですね、まあ、在宅に戻られても急に具合が悪くなったとき、その時はいつでも病院がサポートできるような、そういう環境があれば市民の皆さんも安心して在宅に行けるんではないかというふうに思います。お家で見てくださるお医者の先生と病院で治療する先生との連携を円滑にするという試みなんです、はい、そうなんです、まあ、これまでは病院とかかりつけ医だったり、はい、かかりつけ医同士の連携っていうのがあまりスムーズではなかったといいますか、充実していなかったそうなんですけれども、こういったセンターができることで連携がスムーズにいく環境が整いつつあるんだということです。なるほど、まあ、ご家族も患者さんも医師も一人で頑張ることは到底できないので、はい、こういった環境が整ってきたことが大きいことなんだとおっしゃっていました。そして在宅医療についてさまざま体制をご紹介してきましたが、はい、身近な人に囲まれて最後を迎えたいという方や、そのご家族の不安や悩みを相談できる場もできました。在宅看取りを経験された家族や医師看護師が定期的に開催している会です。自宅で最後を迎えたい人や介護者が不安や悩みを分かち合い相談できる場として、花かたばみの会は2年前に発足しました。花かたばみの花言葉は、私はあなたと生きる。亡くなったのはね、幽霊がにかかった。やっぱり生の声を聞きたいというか、本当に見とられた方がどういう思い でどこが困られたかいうか、うん、でそこの困ったところをどうやって難問解決していかれたかと、そういうところを知りたいという、本当のことを知りたいというかね、実体験を知りたいという方がやっぱり見えてますね。やっぱり痛みを分かち合うというか、同じ体験をしているということはすごく大きなポイントになっていると思うんですけども、本当の家族みたいな感じで楽しくさせてもらってます。井川さんも家族との別れを経験しています。井川さんは家族の看取りができた時には悔いが残らなかったといいます。見取った後の残された家族の思いっていうのは、父の時は本当にすごく満足感というかね、安堵感というか、よかったっていう思いがあって、その悲しみを引きずるいうことがないんですけれども、後悔がないんですけども、後の2人息子と母親はやっぱりずっとやっぱり心に残ってるものがありますね。会ではこれまでどんな風に生きてきて、これからどんな風に生きていきたいかを自分自身と周りの人たちにも知ってもらうためのエンディングノートを進めています。事務的なエンディングノートがいいかなと思ってしまうんですね。だけど今振り返ってみると、やっぱり父とか母にもっといろんなことを聞いとけばよかったと思うことが、もう日を重ねるごとに増えていくんですね。だからそういうことも書けるように花形ばみで作ってるんです。見とる方と見とられる方と、私なんかは両方と考えてるんですけれども、自分のこととして、あるいは見とった家族のものとして、その二通りのことを考えて、自分がどこで最後を迎えたいか、どういう最後を迎えたいかということを自分のこととして考えていってほしいというのが一番の目的ですね。実体験として在宅看取りをし合った方の生の声が聞ける機会というのはありがたいですよね、はい、そうですね、うん、まあ、私も家族が自宅で最後を迎えたいといった場合には、やっぱりそれに応えたいなと思いますし、はい、今日ご紹介してきたような体制が整っているんだなと思うと安心してできるなと、そうですね、知らなかったですからね、はい、感じますね。
そして医療福祉についてもっと知りたいという方は11月15日土曜日に安文化小劇場で滋賀の医療福祉を守り育てる県民フォーラムが開催されます。参加者全員に滋賀県産米の美味しい水鏡がプレゼントされるということですので、ぜひご参加ください。評判ですね。はい、参加には事前申し込みが必要ですので、詳しくはご覧の事務局までお問い合わせください。続いてはキラッと滋賀のコーナーです。すっかり秋も深まりましたが、はい、芸術の秋にぴったりな話題です。芸術の秋ということで、大津市にある県立近代美術館にやってきました。こちらでは開館30周年を記念して、雪と雪彦、市からの賜物、受け継がれた美と題した展覧会が開かれています。明治28年大津市に生まれた小倉由紀は、奈良女子高等師範学校を卒業後、教鞭を取りながら画家を志し、大正9年安田由紀彦への入門を果たします。女性として初の日本美術院理事長になるなど、女性日本画家のトップと呼ぶべき優れた画家です。今回師匠である安田由紀彦さんと2人の作品にスポット当てられてますけれども、これはどうしてなんですか？はい、まあ、当館では今まで何度か小倉由紀展開催させていただいてるんですけれども、小倉さんご自身はやはり敬愛する師匠の安田由紀彦さんの作品とご自分の作品が同じ会場に並ぶということはとてもこうはばかられていたということがございますので、やはりそういう年月の結果初めて開催できた展覧会ということが言えるかと思います。お二人の作品を並べてみることで、お二人の師弟関係なんていうのも見えてくるんですか？そうですね、一見するとちょっと小倉由紀さんの方はモダンな感じで、安田由紀彦さんの方は古典的な感じということで、こ うまく師弟関係が結びつかないっていう方もあると思うんですけれども、この会場でゆっくりご覧いただきますと、特にお二人古美術というフィルターを通して、そのものの持つ命生命を描こうというまっすぐな気持ちで描かれているっていうことが非常に共通していますので、そのあたり会場で感じ取っていただけるんじゃないかと思っております。小倉由紀さんの作品の一番の特徴ってどんなところなんですか？はい、元気をもらえる絵といいますか、もう明るくエネルギッシュで親しみの持てる、そういう感じの絵が多いと思います。小倉由紀さんファンの方でも今までご覧になってない作品も何点かお目にかけることができると思いますので、ぜひ会場まで足を運んでいただいて、やはり作品の持つ、力っていうかエネルギーをそばで感じ取っていただきたいと思います。さて、文化ゾーン内にはとってもおしゃれなカフェもあるんです。それがパークカフェ大豆屋。こちらのおすすめは大豆屋ランチ。素材にこだわったまさに大豆尽くしのメニューです。とろける食感で大豆の甘みがすごく感じられますね。サクサクで、おからが和風の味付けでとっても美味しいです。あー、お腹いっぱいです。芸術に触れて、そしてヘルシーランチをいただいて、穏やかな秋の一日を過ごすことができました。こちら琵琶湖文化公園では今も色づいてますけれども、11月中旬から下旬にかけて紅葉が見ごろを迎えるということです。公園を散策しながら美術館やカフェに立ち寄るのもいいですね。芸術の秋、はい、で自然を楽しむ秋、秋を楽しむね、そして食欲の秋、はい、全部いっぺんに満喫できるってね、めっちゃいいじゃないですか。とこ取りでした ね。今日のロケはめっちゃ行きたかったと思う。めちゃくちゃ行きたかったです。ガンガン食べてたからね。そうですね。今度グルメロケ一緒に行きたいですよね。ぜひともお願いします。はい、それでは皆さん、また次回さようなら。